吉田さんこんにちは。なんかね、今ね、一所で話題になってるテーマがあるんですよ。それはですね、え大江千里さんっていう方がいたんですけども、今、海外で活躍されてるみたいですね。大江千里さんといえば、かっこ悪い振られ方みたいなね、そんな曲を書いたりとかして、えー、CM ソングもやっていたのかな。私が高校生の時によく耳にしたような気がしますね。 で、黒縁の眼鏡をかけてる人は、あだ名が大江千里っていう漏れなくなっていたというね。まあ、そんな方がいるんですけども、大江千里さんが、アメリカでラーメンを食べると、まあ、2200円するんだって言ってるんですよ。で、日本は1000円もしないよねって。で、日本人はいろんな食べ物が安くて喜んでるけども、果たしてそれってどうなのかなっていうことなんですよ。これは他の方も言われていたことなんで、大江千里さんの例をね、引き出すまでもないんですけども、確かに日本にいると、 300円以下で食べれるものって結構多いでですよねでも300円以下の2キュッパ弁当とかところネギを取るとね1キュッパ弁当もあるんですよ。この辺りではね100円の,あのたこ焼きとかあるんですよね。パクパククっていうところが運営してるんですけども。でそれは買える方としては嬉しいんですけどもでもそれを作ってる人がいるわけですよね。作ってる人もパートさんとかアルバイトが出勤して時給をもらいながら働いてるんですよ。 そうなってくるとそんな安いものを売ってねもらえる時給って知れてるんじゃないかなって思っちゃうんですよね、まあ、つまりは日本っていうのは人件費がむちゃくちゃ安くなっちゃったよっていうことなんですよねでアメリカでは2200円でラーメン一杯でなんかねサラダ1つ食べるのでも5600円かかるらしいんですよで我々の感覚したら結構高いよねって感じなんですけどもこの感覚が変ならしいんですよね もうすでにランチ一食でまあいくらかかるのかっていう比較があるんですけども日本は先進国の中で一番安いらしいんですよ韓国にも抜かれてるらしいんですよね韓国の方がランチが高いというねこれはだからね買いにくいっていうふうに私たちは考えちゃうんですけどもそうではなくってなんで日本だけそんなに安いのでもその裏にはブラックロードをしている人件費を無視して働かされている一人の アルバイトの方、一人じゃないですけどねアルバイトやパートさんていう働き手の一方的な犠牲があるそうなんですよでそういう風な不利な職場でも行かなくてはならないような人が日本に溢れているっていうことなんですよね今海外から技能実習生さんにあと出稼ぎの人が来てますけどもこれもだいぶ少なくなりました日本に出稼ぎに行ってもあんまり稼げないからなんですよということでねこれから海外から日本に働きに来てくださる方も 極端に減るんでなないかなってことですよね確かに日本は人件費がいいつののにかものすごく安く安なってしまいましままたそれは取り戻さず消費者が安くなきゃ買わない割引だから買うみたいなねこんな価格ありきの、うん、消費行動になってしまったからなんでしょうねでもちょっとね考えを変えてみてうん金に糸目をつけずとまでいかないですけども例えば吉谷さんがね 車を複数台所有してるとかこれ随分贅沢ですよね私も人のこと言えないんですけどもでもこういう人が出てきてるのも確かなんですよ。低、うん、賃金で働いて結構我慢して生きてる人がいれば特にね、うん、大贅沢はできないけどもある程度出費を気にせずにやっていける人がいると。この差って何なのかなと考えた時に世界では 商品の販売価格が上がっている。そして、それを作る人の時給や日当が上がっているという現実がある。要するに物価が上がっているんですよ。インフレなんですよ。デフレなのは日本だけといよね。とにかく消費者が安いものを求める。企業は安くないと買ってもらえないから安くする。安くするために何をするかっていうと、人件費を抑えまくるというね。だから、ここで言いたいのはね、人件費を抑えれば確かに安くはできます。 でも反対に考えなくていけないのは商品の価格を安くしないと買えない方に合わせるのかそれとも高くても買わせる方に向かっていくのかですよねうんやっぱりね価格をつけた時に価値ってのが決まってくるんですよ価値に合わせた価格って考え方ももちろんありますけども私はね例えば100万円の商品作りましたじゃあ 100万円を払った人に対して責任が取れるだけの生産者のサービスがあればいいと思うんですよね。覚悟が。でもどうですかね ?1 キュッパの弁当をお客さんが買って、ちょっと弁当に海苔が入ってなかったよみたいなことでクレームって出せますかね出す人いると思いますけども、安いんだからしょうがないよねで終わらしちゃうと思うんですよ。つまり安いものには、それ相応の責任しかないのかなっていうところですよね。もちろん、 安いんだけども徹底的な責任があるっていうのはすごいことだと思いますよ。でもそうなるとその責任を追い切れなくってその価格でいつか商品が出せなくなってくる。要するに廃業ってことになっちゃうと思うんですよ。いろいろと考えることはあったんですけども大江千里さんもね日本はもうダメだなというふうなため息を漏らしたような記事だったんじゃないかなと思うんですよ。私も同じように感じますけどもんなんかその 10円20円に戦々恐々とするっていうかね、それは節約ではなくて、もう完全に自分の可処分所得に合わせた出費のお策定なんですよね、きっとね。なんかね、そうなっちゃうと踏ん詰まりだなと思うんですよ。節約には限界があるからなんですよ。でも、稼ぐことや使うことに限界はないんですよね。自分がどうそれを広めていくかだけなんでね。 うん、まあ、ちょっとね、考えさせる記事でしたね。大江千里さんの記事に。学ぶみたいな感じですかね。それじゃ。